なんとですね、12台ぐらい乗り継いできてるんですね。はい、こんにちは。自由工房のフラシジです。今日はですね、私の YouTube のチャンネルにご質問をいただいた件がありましたので、そのことについてね、ちょっとお話をしたいと思います。そもそも車にね、今までどれぐらいの車に乗ってきましたかっていう話でしたね。で、そう言われてですね、私もふとちょっと考えてみたら、なんとですね、12台ぐらい乗り継いできてるんですね。簡単に、まあ、1台ずつ説明したいなと思って、そんなお付き合いいただけるでしょうか。まず最初に初めて乗ったのがですね、父親のサニーという車ですね。これ古い話ですけど、サニーという車ね、これよく走った車で、それこそソレックスっていうキャブがですね、もう純正でついてましたね。いい音がしてた車です。当時はね、もうどんな車もスポーツカーみたいな感じがしましたね。はい、その次に乗った車がですね、カローラ版。これはそうですね、先輩から5万円で譲り受けた車でして、もう初のマイカーということですね。いろいろ改造して、ホットロッドっていうんですかね、後ろのタイヤが大きかったんですね。そんな車に改造して乗ってたことがあります。まあ、今だったら捕まっちゃいますよね。はい、そしてその次に買ったのがですね、確かカリーナ。カリーナっていうのは当時そのまだ世の中はですね、オートマティックなんていうない時代だったんですけど、もう本当に初めて、日本で初めて近くそのオートマチックが採用されたというカリーナですね、の中古車があったので、まあ、それに乗りました。まだ本当若い学生の頃か、学生出て20歳ぐらいの頃だったんですかね、カリーナに乗りましたね。はい、これもあれこれこう改造してですね、乗ってた覚えがありますけども、まあ本当にオートマチックに当時から乗ってたんですね。さすが私は動物占いは黒い方なもんですから、まあ、新しいもの好きということで、まあ、当時からその片鱗がねあったのかななんて思いますけど。で、その次に乗ったのがですね、マーク2グランデ。マーク2グランデですね。これは確か2600かなんかのエンジンで、まだね当時は3ナンバーなんていうのは贅沢品と言われてた時代ですね。で、車屋さんにそそのかされてですね、なんで2600だと燃費が悪いんじゃないのなんて言ったらですね、いや同じ車重を大きいエンジンで、ね、走らせればそれだけ、ね、負荷が少ないから燃費がいいんだよみたいなこと言われてね、はい、乗ってみたら燃費が5だと、リッターですね、1リッターあったり5キロということで、もうトランザムとかアミシャ並みのカマロ並みのですね、燃費の悪さだったですね。そんな記憶があります。まああれはあれで面白かったんですけど、マーク2のグランデね。その次に乗ったのが、ここからですね、何を考えたか、その前が贅沢すぎたということで3ナンバーでね、軽自動車に乗ったんです。軽自動車、その代わり新車を買ったんですね。この辺から新車路線が始まったんですけど、新車がいいと、軽でもいいからという感じでね、ミニカに乗りました。ミニカ、三菱のですね。はい、三菱はいろいろ問題がね、最近では起きていましたが、当時も実は問題が結構ありましたね。私のミニカは、まあ、本当に外れくじで、アクセルが戻らなくなったっていう事件がありましたね。アクセルが戻らなくなるんですよ、怖いですよ。でもうニュートラルでですね、ブワーンとエンジン回しながら、もうそのままその足でディーラーに駆け込んでった記憶がありますけどね。あれは本当に怖い思いがしました。ミニカーですね。でもデザインはすごくかっこよくてですね、一目惚れして買ってしまった車でしたね。で、その次にですね、やっぱり K はダイハツだなと、K は K 専門でないとダメだろうということで、ダイハツのリーザという車ですね、乗りました。これは、ターボ車、よく走ったんですよ。もう K のね、ターボ車なんていうのは本当怖いですよ、本当走りますから。で、形がまた流線形っていうか卵型でね、すごくスピードが出そうな雰囲気になったんですね。はい、まあその通り、思った通りすごいスピードが出る車で、ちょっと怖いぐらいでしたね。小さくてスピードが出ますからね。はい、その次にね、乗った車が、まあ、子供が生まれた関係もあって、MPV というですね、マツダの MPV、 もう今でいう SUV の走りですよね、マルチパーパスビークルというね、 MPV っていうのに乗りました。これはアメリカでも結構売れた車でですね、いかにもこうアメ車っぽい感じです。日本車らしくない感じのね、デザインの車でしたね。はい、 MPV に乗りましたね。これもですね、結構長いこと乗りましたよ。はい、マツダの車は最終的にですね、やっぱりでしたけども、下取りが悪くて、もうただも同然で手放したというね、まあ、そういう苦い思い出もあります。で、次乗ったのがですね、スズキのエスクード 4WD ですね。
これは当時鈴木関係の仕事をさせていただいてたこともあって、鈴木の車にですね乗ってたんですけども、すごくいい車でしたね。4WD のイメージをガラッと変えるこうおしゃれな 4WD の車でしたね。鈴木エスクード、当時はですね世界中に輸出もたくさんされた車だそうですよ。はい、エスクードかっこよかったです。そして、その次に乗ったのがですねフォレスターですね。フォレスターっていうのはスバルの車なんですけど、スバルの車はですねやっぱりいいですね。でスバルの車何台か乗ってますけども、うちの兄もね、レガシーに乗ってたりとか、結構友人もスバルの車をね乗ってたりしました。で私もフォレスターっていうのね新しく出たのでそれに乗り換えてですね MPV からフォレスターに乗り換えたと。で確か AWD って言って、まあ、4WD ですねだったので、まあ釣りに当時ハマってたもんですから釣りに行くのにもですね最適な車だったんですね。そんな覚えがあります。これはね本当に乗ってる間、まあ、3年か4年乗りましたけど1回も壊れなかったですね。1回も壊れたり故障したりっていうことが一切なかったですね。エンジンの調子もですね最高に良くて、まあそれ以来スバルの車ってのは本当に安定してる車なんだなっていう気がしています。そしてその次に乗ったのがね日産ステージアですね。黒いステージアに乗りました。いや私新しいもの好きの黒い方だけあってですね、このステージアにはねこのレーダークルーズコントロールというのがですね先駆けてついてたんですね。まあまり日産は大っぴらに宣伝しなかったですけど、この機能が欲しくてそのステージアに乗り換えたという、それぐらい魅力的な機能でした。確かに高速道路はですねもう前との距離はもう自動的に機械が判定してくれて、当時からもそういう機能はありました。前の車との距離に関しては十分測ってくれました。はい、さすが技術の日産という感じですね。そしてその次に乗ったのは引き続き日産のフーガということで、私は初めて高級車、当時すごい高かったと思いますよ、そのフーガですね乗りました。はい、これはですね、フーガはもうとにかく贅沢な感じだけでしたね。あんまり乗ってて面白みのない車ではあったんですけど、さすが高級車という感じですね。まあそれだけという感じですね。はい、まあもちろん走りましたよ。3500ですね、エンジンはね3500ですから当然のことながら走るし静かだし、まあ、エンジンかかってるかどうかね分かんないぐらい静かだったですね。はい、まあ、それはもう高いだけのことはあるなという気がしました。そしてその次に乗ったのがですね、インプレッサーですね。これは前のモデルのインプレッサーなんですけども、これもいい車でしたね。1500のエンジンだったんですけども、すごくもうテキパキ走るし、必要最小限のものがですねちゃんと揃っていて、走りもですね、問題なく、まあ、足回りに関してはもうさすがスバルの車ですね。はい、ということでインプレッサーにですねしばらく乗っていました。で、続いてですね、車用車にということで軽自動車のですねタントに乗ったんですね。タントに乗りました。タントはね一言で言うと怖い車でしたね。怖いっていうのは何が怖いっていうとこうペラペラなんですね。ドアとかボディとかドア閉めてもねその音がすごく怖いんです。ペタンっていう感じで、あれは多分横から車突っ込んできたらですね完全にやられちゃうパターンの、そんなイメージでしたね。今はねこう横にサイドバーみたいなのが入ってるらしいですけど もうそれぐらいこうドアの薄い印象があってですね、ちょっと怖い車でしたね。高速道路走るのはちょっと怖かったです。そして、その次に乗ったのが現在乗っているこのハスラーということでですね、まあ、このハスラーについては前もお話しした通り非常にいい車でですね、まあ、今私ハスラー乗りたいという方がいらっしゃったらもうぜひともということでお勧めをしていますね。はい、まあ、ということでハスラーに今は乗っているということで、もう一度見直すとですね、サニー、カローラ、カリーナからマーク2、ミニカ、リーザ、MPV から、フォレスター、ステージア、それからフーガ、インプレッサー、タント、ハスラーと13台目ということですね。はい、ということで、まあ車も13台乗ってくるとですね、まあ、いろいろ分かってくるんですけど、最近はね中古もいいなと思うようになってきました。なぜかというとですね、中古っていうのは、まあ、ワンオーナーでタバコ吸わない人だったら最高にいいですね。ワンオーナーでタバコ吸わないような人が乗ってた車、
多分中古市場でもそれは高く売れる車と思うんですけども、何がいいかというとですね、皆さんも車新車で買われたらいろいろつけますよね。ナビつけたり、これつけたり、あれつけたり、ね、レーダーつけたり、こう ETC つけたりとか、そういうのも最初からだいたいついてくるんですね。はい、もうそれらしい方が乗ってくだされば最初からついてきます。そうすると新車で買った時のようにですね、まあ後からですね買い足す必要もなくなってくるわけですね。まあ維持費も安く済むということで、よく税理士さんがね3年落ちのベンツを買えなんていうふうに言うそうです。使う上でもね非常に整備されている車だということですね。まあ私は最近そう思ってるということで、はい、13台車を乗り継いでみてですね最近分かったことでした。まあ、ぜひ皆さんもですね、ちょっと自分が今まで乗っていた車をずっと振り返るの面白いと思いますので、この機会に振り返ってみてはいかがでしょうか。はい、ということで今日はですね私の車遍歴についてお話をさせていただきました。最後までご視聴いただいてありがとうございます。今日の情報がですね面白かった場合ですね、いいねボタンまたはチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、以上自由工房の古橋裕二でした。岩尾さん、さよなら。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画がよろしければグッドボタンを、私に質問のある方はどんどんお寄せください。それでは次の動画でお会いしましょう。